はい、こんにちは、速稼塾の久保です。非常に言いにくいんですけども、あなたはね、カモになってますよ。いつの間にか、じゃないですか。この動画を見て、まだ稼げてないんでしょ。で、なんかこの動画を見てる間に、なんかね、商材買ってるんじゃないですか。うん、カモですよ、完全に。売ってる方が悪いってわけじゃないんですけども、いや、自ら、もうなんていうんですかね、銃口の前に飛び出してるカモなんですよ。で、ちょっとね、最初衝撃的なことを言いましたけども、この動画を全部見るとどういう意味なのか分かると思います。まずね、私がね、人のことが気にならないってことなんですけども、それは何でかっていうと、他の人って、他人っていなくなるんですよ。どう頑張ってもいなくなるんですよ。いつかいなくなるんですよ。家族もいなくなるんですよ。でも自分はいなくならないじゃないですか。そう考えてると、いくら他人のことを気にしたところでね、その人は無責任にも去っていくんですよ。で、そう考えたら、もちろんね、一緒にいる間は心を込めますけども、まあそうじゃない時っていうのが来ますんで、ある意味ね、諦めないといけないなと。私を批判する人も勝手にいなくなるんですよ。だから、そう考えたら、いちいち取り合っていかなくてもいいのかなと思いますよね。まあそういうふうな考えでね、他人のことが気にならないっていうふうな精神が出来上がるわけなんですけども、やっぱりね、人の目を気にして自分の生き方とか住み分け方を変えていくってことは、それだけどん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 不自由になってきて、要するに他人の思考に誘導されていくんですよ。だからこれがカモになる道なんですよね。だからね、あんまり人のこと考えなくていいと思います。それよりも自分のこと一生懸命やったら、そんな暇なくなりますからね。で、私はですね、20代の頃、将来自分の月収っていうのはやっぱ考えるわけですけども、40代で45万円ぐらい取れれば御の字かなと思っていたんですよ。ね、40代で。で、40代で45万とか50万取るために、私は大学を出て、いろんな研修を受けて、セミナーに行って、経営学を学んで、人材育成の方法を学んで、スキルを高めていって、接客レベルを高めていきました。いろんなことやってきました。でも、月収45万いきませんでした。というよりも、10年持たなかったですね、そういう暮らしは。で、最終的な収入っていうのは、年収で300万弱じゃなかったですかね。同じことをずっと心を込めて、今までのことをね、ずっとお話したことをずっと続けて、7年ぐらいサラリーマンやったんですけども、とてもじゃないけど、月収30万すら見えなかったですよね。でも今、こうして暮らしてみると、月収100万とか200万ってポン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 作れるんですよ。誰かに教わったわけでもなくって、まあその月収を作った方法っていうのはたった一つなんですよね。それをちょっとね、この後の動画でお伝えしようと思います。ちょっと待ってくださいね。はい、それではですね、後半のお話に入っていきますね。月収100万円を稼ぐためにどうすればいいかってことなんですけども、その前にね、ちょっとね、今動画切らせていただいたんですけども、今北海道から宅急便届いたんですよ。で、最近毎日ね、北海道の観光地のお土産とかね、物産を毎日毎日1品とか2品購入してるんですよね。これなんでかっていうと、今観光がやばいじゃないですか。で、北海道の製品とか結構物がいいんですけども、全然売れなくなっちゃって困ってるらしいんですよ。で、市場価格の3分の2からね、2分の1ぐらいになっちゃってるんで、まあチャンスだというばかりに毎日購入してるんですけども、ただ私がね、食べてるわけではありません。これ近所の方に配ってるんですよ。まあ恩返しというかね。で、まあ、なんて言いますかね。別に親切の安売りしてるわけではないんですけども、こういう時だからこそ収入がね、ある程度あって、まあ何かね、人に対して恩返ししたいなと思う人が、できるだけ多くのものを買って、そして周りの人にね、こういうふうに分配すればいいんじゃないかなと私が勝手に思ってるんですよね。まあでも近所の方喜びますよね。喜びますし、私も気持ちがいいですしね。それから、こういう時に商品を購入したお客さんっていうのは、多分販売店さんって覚えててくれてると思うんですよ。まあそういったことで、今度ね、旅行ができるようになったら、その販売店さんに1店舗1店舗伺ってですね、私もちょっと今回のね、お礼を言いたいなっていうところもありますし、やっぱり日本の産業に潰れてほしくないんで、個人レベルでできることをやっていきたいなと思うんですよ。で、月収100万の話ですけども、やっぱ月収がね、100万もあったら、生活費を10万とか20万キープして、毎月毎月70万とか80万、どん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 使っても全く問題ないんですよね。で、もちろん月収100万ではないですから、私もうちょっとありますんで、大丈夫という話なんですけども、月収100万を達成するためには、はっきり言って、ね、小細工いらないんですよ。戦略もいらないと。で、1万時間も絶対いらないと思います。1万時間の法則とかいうのもね、わからないでもないんですけども、40代とか50代に入ってね、1万時間の法則だとか言って、そのどんだけ暇なんですかって話なんですよ。そんな時間ないと思うんですよね。まあですんで、私は年齢が押し迫ってきたら、1万時間とかね、私40代から考えても1万時間なんて絶対かけないと思ったんですよ。1万時間じゃなくて、もう最初の1ヶ月で月収80万突破ですからね。そのぐらいのスピードでいかないと、所属を最大速にしていかないと、
もう人生残り少ないですからね。それから健康で頑張れる時っていうのも、はっきり言ってね、60過ぎてどうかなと思いますよ。なんか60過ぎたらさすがにもうね、余力で生きていかないと、貯金とかでやっていかないとちょっとやってられないと思うんですよ。そう考えたら、私も47ですけども、47から月収100万を作りに行こうと思った時に、まあ3ヶ月ですね、3ヶ月でできなかったらもうドロップアウトですよ。その分一点集中が必要だと思います。で、あの小細工はいらないし戦略もいらないから、何をすればいいのかっていうと、これね、もう YouTube ずっと取って出しをどんどん毎日ね、20本、30本、40本、50本、できる限り取って出していく、取って出していく、取って出していく、もうそこに編集も何もいらないです。台本も何もいらないです。それをやるだけでいいと思いますよ。で、その習慣すらつかない人には、もうね、これにプラスアルファ戦略とか編集とか小細工とかやっちゃうと、もうね、これはね、はっきり言って、やるうちに疲れてもうやめちゃうってことになります。だからそれがカモンへの道なんですよ。で、月収100万とかって言いますけども、結局ね、月収100万の人がなんで成り立つかっていうと、30万とか50万とか100万円の商品を買う人がいるからなんですよ。まあ、ですんで、買う側になるのか、売る側になるのかってことを考えたら単純で、商品何かがね、例えばネットビジネスの塾とかを買うときに考えてもらいたいんですよ。30万とか50万の塾を買う直前に、なんで自分は売る方になっていないんだろうっていうね、いつまで経っても買う方ばっかりじゃないかと。売る方になってないじゃないかってことなんですよ。そもそも商品を売ってないんですよ。商品すら持ってないかもしれないです。ね、だから今日ね、ちょっと練習してもらいたいんですよ。自分が50万円の自分の塾を売るときに、どんなセールスのトークをするのかってことですよ。これはね、今のうちにやっておいていただきたいなと思いますよね。で、1万時間を私はね、ことさらに否定するものではないですけども、今の時代、1万時間何かにかけるぐらいだったら、1000時間 FX やった方が絶対に成功率は高いと思いますよ。FX だってね、1000時間やる人いないんですよ。ってことは1000時間やるともう上級者ですから。ということで、私はね、月収100万っていうのはもう夢物語じゃないと。サラリーマンをやってるんだったら無理ですよ。でもサラリーマンじゃないと、自分が商品作って商品を売っていい立場、要するにフリーランスとしてネットビジネスのビジネスマンとしてやっていく分には、1個の商品10万とか30万とか50万で商品の値段つけて売るだけですからね。そのために小細工も何にもいらない、編集も何にもいらない、動画をどんどん乱発するだけです。それで終わりなんですよ。だからこれでほんとね、同じことをずっと言ってるのに、それをやらずに他のまどろっこしいことをやって、何かやったぞって気持ちになるのは本当にね、単なるカモへの道ですからね。また新たに良さそうな商品やったら買っちゃうでしょね。振り返ってもらいたいんですよ、この動画を見てる方。過去1年で商材とかね、塾とか何個買いましたね。私はこの7年間で2個ですよ2個で十分なんですよ。だって2個目も特にね、余剰資金で買ってますからね。1個目っていうのはさすがにクレジットカード切りましたけども、でももうね、3ヶ月ぐらいでお金の問題なくなっちゃって、あとは全て余剰資金で、生きてきたわけなんですよ。でそのスピード感じゃないとやっぱりね、少なくとも私みたいな暮らしっていうのは絶対送れないですし、それからね、月収100万どころか月収マイナス何十万とかになってませんか。だからいい商品が出てくるたびに買ってると単なるカモですからね。だからもういい商品だっていうふうに見分けれるんだったら、一発でそれをしゃぶり尽くしてですね、成功する道っていうのは必ず開けますんで、もう本当にね、小細工も戦略も1万時間もいらないということを今回言わせていただいて、その和佐大輔さんも半身不随になってから17歳ですよ。でどんだけの商材買えるんですかって話じゃないですか。何にも買えないんですよ。何にもできないですよ。でも自分のこのね、キーパッド、当時のパソコンのレベルも低いですよ。当時のスペックでですね、ボールペン挟んでこうやってレポート書いて1億円なんですよ。だからね、そういうこと考えたら、五体満足でなんでこれだけハンデを感じてるのかってことをよくよく自分の内側に問いかけないといけないと思います。今回はね、ドキッとされた方結構いるんじゃないですか。そういう方は全員かもですからね、気をつけてくださいね。よろしくお願いします。失礼して。